ニック・ナース出身のプロバスケットボール指導者。NBA、トロントラプターズのヘッドコーチを務めている。北アイオワ大学卒業直後の1989年から、カレッジ、海外で指導者を経験した後、2007年、NBA 下部の D リーグのアイオワエナジーで、ヘッドコーチの職を得て、2011年まで務めた後、2011年から2013年まで、同じく、 D リーグのリオグランデーバレーバイパーズでヘッドコーチを務めた。2013年7月に同エインケイシーがヘッドコーチを務めるトロントラプターズのアシスタントコーチに就任し、2018年までケイシーの下でアシスタントを務め、ケイシー退任に伴い、2018年6月14日、ケイシーの後継としてヘッドコーチに昇格した。就任1年目にして、 レギュラーシーズンを2位で通過、カンファレンスファイナルで、ミルウォーキーバックス、NBA ファイナルで、ゴールデンステートウォーリアーズを破り、球団創設初の NBA ファイナル優勝に貢献した。2019年フィババスケットボールワールドカップの期間限定で、カナダ代表ヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。